2017年南京大虐殺犠牲者国家追悼日の会場は、新華日軍南京大屠殺総南道法記念館に設立されました。南京大虐殺犠牲者国家追悼日は、南京事件の被害者を追悼するために、第12回中華人民共和国全国人民代表大会常務委員会が設立した国民記念日である。毎年12月13日、 南京で記念式典が開催される。1937年の南京市での南京事件について第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判及び南京軍事法廷の裁判を経て国際法に違反と判断されている。1996年以降12月13日に南京市は市民の国防関連と防空意識を高めるため全市で 空襲警報の試験を実施している。2014年2月27日、第12回全国人民代表大会常務委員会第7回会合では、南京大虐殺犠牲者国家追悼日の樹立に関する全国人民代表大会常務委員会の決定に合意した。毎年12月13日を南京大虐殺犠牲者国家追悼日として制定される。当日は、 国家レベルでの交際及び記念行事を主催し、南京大虐殺の犠牲者や戦時中に日本軍に殺害されたすべての犠牲者を追悼する。中華人民共和国の各地でも様々な活動が開催されている。2018年8月28日、第16回南京市人民代表大会常務委員会第5回会議で、 南京市の国家交際保障条例を発議。南京市内では、毎年国家交際実に国家交際の時に南京市人民政府の通告に従って警報を鳴らさなければならない。メインタウンの道路を走る自動車は1分間、列車や船舶は汽笛を止めて哀悼し、道路上の歩行者などすべての人々は、黙祷を捧げた。 またこの条例で国家交際の期間中、記念館と墓地の周辺に公共のエンターテインメント活動が禁止されており、南京市の一切の放送、テレビ、新聞、サイトなどは国家祭日の当日ですべてのエンターテインメント関する放送、掲載は禁止されている。新聞や雑誌は国家交際関する活動の内容をブラックカバーで公表するべきとされる。 また、国家交際の場所が、新華日軍南京大屠殺総南道法記念館の記念広場で行うことが指定された。11月23日、第13回チャンス小人民代表大会常務委員会の第6回会議の議決を経て、2018年12月13日から実施されている。南京大虐殺犠牲者のための国家追悼祭典が2014年から、 毎年12月13日に開かれている。主催単位は、中国共産党中央委員会、全国人民代表大会常務委員会、国務院、中国人民政治協商会議全国委員会と、中央軍事委員会。ありがとうございます。